皆さんこんにちは、教育百貨店の平野と申します。昨日ですね、株の話をして最後に、FX の話を次回やりますと言ったので、今回は FX の内容をやっていきたいかなと思います。一応教員と塾講師の方に向けてやってる動画なので、その辺はご了承ください。まあ、株だとちょっと時間帯が合わないから教員の方だと厳しいんじゃないかっていうのがあり、しかも投資の方が稼げるパーセントがちょっと低いので、トレードの方がいいんじゃないかって話をして、その案として FX の話をねさせてもらったんですけど、そもそも FX なんですかっていうと、まあ通貨と通貨の交換ですね。円とドル交換する、ドルとユーロ交換する、ユーロと円を交換するみたいな感じです。どの通貨をどれだけ扱ってるかに関しては証券会社ごとに分かれてるんで、一概にこれだけ使えますとは言えないけれど、ぶっちゃけ SBI か楽天を使っておけば全く問題ないと思います。でね、教員と塾講師の方に FX の方が稼ぐツールとしてはいいよって言える理由が何かっていうと、時間帯の問題なんですよね。 FX は月曜日の朝7時から土曜日の午前7時までずっとフル稼働しています。夜中もです。なので、例えば学校の先生部活やって朝6時出勤して、授業終わった後の部活も終えて、その後自分の仕事もして、帰宅時間が22時ってなっても、ここから FX を始めるのはぶっちゃけ十分可能です。しかも FX において一番重要な時間帯は22時以降だとされています。なぜかというと、世界経済を回しているのはニューヨークなんです。ニューヨークの市場が始まるのがちょうど日本時間だと22時なんですよ。なので正直ここが一番重要な時間帯なので、教員の方はニューヨーク時間の22時にちょうどねビタッと合わせられる感じで多分始められると思うので、結構向いてると思います。ただ塾講師の方は22時に始めるのは結構現実的にきつい面が大きいと思うので、塾講師の方はじゃあどうすればいいんですか。まあ簡単ですね。朝9時の東京時間から開始しましょう。で、世界三大都市はニューヨーク、ロンドン、東京なので、ニューヨーク時間の東京時間を抑えられるんですよね。教員と塾講師の方はそれぞれ一つずつですけど、なので実はね、副業やる職種としては非常に向いてる。教員の方はニューヨーク時間から、塾講師の方は東京時間から、これでね FX はね正直戦えると思います。よろしく頼むぞ。で、前の動画でも話してるんですけど、資本金どれぐらいありますかって話に関してですが、稼ぎたい金額の ×20 倍を用意してください。100万稼ぎたい人、月100万稼ぎたい人は2000万必要ですけど、いやまあお小遣い程度でいいや、月3万でいいかなっていう人は60万あれば、稼げる可能性は高いので、ボーナスね2回分ぐらい突っ込めば正直できると思うんで、敷居としてはかなり低めだと思います。ちなみに株と FX に関しては税金がですね、どれだけ稼いでも2割までしか課税されないってところがさらにメリットです。給料1億円もらいましたってなると、所得税が 45% と住民税が 10% かかるんで、まあ 55% 取られるんですよ。だから大体手元に5000万ぐらいしか残らないんですけど、株と FX って分離課税っていうのがあって、稼いだ金額の2割を納めればそれでよしなんです。なんで8割残りますから、もし仮に1億稼いだ場合は8000万が手元に残るので、税制的にも優遇されている投資として使い勝手は良いかなと思います。まあ始められそうだなと思ったらぜひ始めてみてください。ただきっと勉強してからね始めてほしいかなと思ってるんで、その辺はね他の YouTube のプロの方にお任せしたいかなと思います。参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。